白ひげの A 賞スタート。でもアクセスが今よっファンタジスタ、修造です。どうも、小原です。一番くじの白ひげ A 賞フリマアプリで1円で売ったら何分で買われるか。じゃあ、早速登場していただきましょうか。もう、説明する前に。じゃん、こちらです。これ、すごい、白ひげの一番くじの A 賞なんですけど、これ前にこれをゲットしまして、ずっと家に眠ってたんですよ。これまあ、ちょっと整理してて、売ろうかなと思ったんですけど、これ、そのフリマアプリとかで見ると、だいたい4000円から5000円ぐらい。おー、結構するね。結構ね、するのよ。ビビって、はいはいはい、え、そんなすんのと思って。すごいね。じゃあこれ1円で売ったら、どうなんの速攻で売れんじゃねっていう。で、送料ももちろんこっち持ち。いや、マジか。マジで。全部、至れり尽くせるよ、だから。一気は開けてるけど、うん、傷とかは全然ないのよ。まあ、これをね。1円で、まあ、商品を出品したところからスタート。今出品の方しました。スタート。はい。いや、この時間起きてないか、早すぎた。時間起きてないんかってどういうこと。起きてるだろ、昼ぐらいだったら今。まだね、何のそのあれもないですね。音沙汰がない。あ、でもアクセスが今一つですね。1回はあったのかな。まあ、ちょっと待ちますか、一旦。はい。よっ、ちょっと待って、落札されました。え、何分何分。12分48秒うわ、急にじゃん。マジで本当に落札された。あ、ほら、出品した商品が落札されました。おお、すげえ。もう速攻で入札されました。だからもう速攻でお金入れたってことか。マジで即決で落札されました。いや、そりゃそうよか。ちょっと嬉しいね。いや、でも嬉しいけど、なんかこのなんだろう、モヤモヤ感というか。出品しといて、記録としては12分48秒で、落札の方されました。はい、